ていただくことになりました青森県知事の三村でございます。本日は審査方にはお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。今回には原子力発電関係団体協議会会員同県の知事同士が直接意見交換をし対応を協議する場として開催させていただきました。知事レベルでの会議ということでこれまでの原発協にはない形での開催となりましたが下の前ご意見をいただきたいとお願いする次第であります。さて、福島第一原子力発電所において、発生しました事故災害につきましては未だ予断を許さない状況が続いており地元の福島県におかれましては避難住民の皆様際の対応と大変なご苦労をなさっていることと思います。心よりお見舞い申し上げる次第でございます。今回の福島の事故につきましては地元福島県のみならず全国の立地地点にさまざまな影響を及ぼすと考えられますが国においては今回の事故についてこれまで判明した事実や国事業者の対応等について関係自治体に対し十分な説明を行っていない状況にございます。このような中先般中部電力浜岡原子力発電所について稼働中のものも含め全面停止するよう菅内閣総理大臣から事業者に対し要請がなされました。さらには今回の福島の事故につきましての十分な検証が終わっていないにもかかわらず総理からは突如エネルギー基本計画の見直しについての発言がなされ、なされましたが、国として、この点につきましても国は国として責任のあるしっかりとした説明をする必要があるものと考えております。ことに、浜岡原子力発電所含め各事業者の緊急安全対策は適切と国が評価したにもかかわらず浜岡原子力発電所についてだけ全面停止を要請したことにつきましてはこれまでの国の説明だけでは非常に分かりづらく国におきましては国民、会員と県民の皆様に対しより分かりやすい説明をしていただく必要があるものと考えます。こういった状況を踏まえまして原発基地として国に対しどのように対応していくべきかにつきまして本日は活発なご議論をいただきたいと存じます。最後となりますが今後とも本協議会の活動にご協力くださいますようお願い申し上げ挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いします。ありがとうございました。それではプレスの方々はこれで退席をお願いいたします。